1661年ヨーロッパで描かれた絵。コサックが倒した満州人の首を掲げている。しかし、この絵は想像に基づくもので、コサックの装備や原発の形にいくつかの間違いがある。原発は主に東アジアの男性の髪型で、頭髪を一部を残して反り上げ、残りの毛髪を伸ばして三つ編みにし、後ろに垂らした。 満州人の成長中期以降の前頭部を、ソリコー頭部を伸ばすスタイルが有名だが、吉丹人の頭頂部のみを残すスタイルや、モンゴル人の両側頭部を残すスタイルなど、民族や時代により、様々なスタイルの弁髪があった。古代には、トュルク系諸族も、弁髪の風習を持っていた。満州人が中国を制圧すると、敵味方の区別をするため、 順次ミカドの殺生ドルゴンは、漢人にも、地発令を1644年、反対に相一度撤回と1645年に出し、弁発を強制した。儒教では毛髪を含む体を傷つけることは、不幸とされ、タブーであった。そのため、漢人は、弁発導入に抵抗したが、清朝は弁発を拒否する者には死刑をもって臨み、頭を残す者は、髪を残さず。 紙を残す者は頭を残さずと言われた。その代わりに弁髪を行った者に対しては、紙を切って我に従う者には、すべて元通り安堵するとして、従来の生活や慣習が行えることを保障し、家去の存続等の様々な怪獣政策を行っている。19世紀には、弁髪は完全に普及し、中国的な風習とみなされるようになった。 例えば、明朝の遺憾制度を守る李氏朝鮮の朝鮮燕講師を見ても、羨むどころか、遺敵死して部別するまでになった。また、弁髪をやめていた太平天国の乱の軍を、長髪族と呼んだほどである。しかしながら、近代になると、半身を標榜する証として、弁髪を切る者も,も現れた。そのため、米国留学中に弁髪を切った学生は、 完備留学制度から外されたり、強制帰国されたりした。新朝の時代であった1911年まで、地発令は続き、僧になり出家した者と、特等以外でこの弁髪にしない者は死刑を含む、処罰をされた。1911年に新朝が倒れると伝えたが、1950年代の農村部で、スズメ駆除をする弁髪の男性の映像が残されている。 実際の日常では体を大きく動かす動作の際に弁髪が地面に触れて汚れたり邪魔にならぬよう縄状の毛髪部分を衣服の襟首に巻きつけたり鉢巻きのように頭に巻くことが多かったという満州人の弁髪は頭頂部の毛髪を残して反り上げるが肝心の弁髪は後頭部を残して反り上げた新潮以前の漢人にとっては 満州人の異様な風俗に過ぎなかったが、近世における長い強制によって中国人のイメージと一体化。この間に本格的に中国と接し続けた外国人の間では、日本のゆで卵の漫画のキャラクター、ラーメンマン等に代表されるように、今でも土壌品へとセットでの中国人のイメージとして残っていることが多い。プロレスラーのキラーカーンは一時期、 原発を言っていた。ただしギミック上カーンは、モンゴルスタイルであって、満州人の頭髪とは矛盾があった。ありがとうございます。